モンスタージョン TV 始まりました。モンスタージョン TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。イングスラッシュでやっていきましょう。今回はですけども、ロジャー海賊団についてお話をしていきたいなと思います。最近ではすごくわかりやすいような流れっていうのが出てきていて、例えばでございますけども、ビッグマム海賊団でございます。で、まあビッグマム海賊団っていうのはパラミシアの集団であるっていうことが、まあすでに判明してるわけじゃないですか。ことごとくみんなパラミシアでございます。そして百獣海賊団でございます。もう言うまでもなくゾーン系の集団でございますよね。まあその中にスマイルもありますけども、まあまとめてこれに関してはゾーン系の集団であるっていうのが見えてくるとなってくると、じゃあシャンクスとかどうなのっていう話だったりとか、ロジャー海賊団とかどうなのっていう話になってくる。で今回はロジャー海賊団についてお話ししていきたいなと思います。もうこの何の集団なのかっていうのが見えてきました。もうついにでございます。これを徹底解明していきたいなと思います。ちなみに恒例でございますけど、まだチャンネル登録ボタンとそしてグッドボタン押してないよって方いましたら、ぜひとも今のうちにガッ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 とグッドボタンをね押してくれたらなと思います。そして意外とあれ俺チャンネル登録してねえじゃんっていう方いたら、今のうちに押してくれたらすごく嬉しいです。あとでございますけども、僕のツイッターまだフォローしてないよって方いましたら、ぜひともねこの機会にフォローしてくれたらなと思います。で名前の後ろにドクロマークとかつけてくれたら、僕気づいたら優先的にフォローしますんでね、リプをくれたら僕そもそもフォローを返しますけども、まあ、たまに気づかないことがあります。だけども名前の後ろにドクロマークがあったら僕しっかりとフォロー返しますからね。ツイッターの方もフォローお忘れなくでございます。そしてグッドボタンぜひとも押してくれたらなと思います。ということで改めてやっていきたいなと思いますけども、ロジャー海賊団は一体何の集団なのかっていう話でございます。まあ悪魔の実のね、まあ何かの集団なのかっていうところでございますけども、そうではなくて、で意外と覇気なのではないかと思うんですよね。で改めてまあその結論に至る前にでございますけども、まあロジャー海賊団のメンバーについて、まあ誰がいるのかっていうのを、ざっくりとお話をしていきたいなと思います。まずはロジャーでございます。ゴールディロジャーで、彼っていうのは、まあ覇気を持っておりまして、実は覇王色の覇気なんですよ。でこれというのは、もうすでに判明しております。まあ当たり前ですよね。彼が覇王色であるっていうのは、まあ、見えてくるところでございます。そしてシルバーズレイリーでございますね。レイリーさんも同様に、まあ、覇王色を持っているということで、まあ、ロジャー海賊団の中でもラフテルに上陸した組としてない組が、いるような感じがするんだよね、その会話的に。で、上陸した組っていうのが少なくとも今わかる中でも、ロジャーとレイリーさんっていうのはラフテルに上陸しているのではないかと思います。そして続いてがスコッパーギャバンでございますね。で彼に関してはロジャーとの付き合いが結構長いということで、まあ完全にフル株でございますよね。そういったメンバーになるわけでございますけども、多分彼は、3番手でしょう。これはもう有名な話でございますけども、ゴールドロジャー、シルバーズレイリー、そしてスコッパーギャバンということで、金銀銅っていう風に繋がってくる。だからまあ1番手2番手3番手っていう風に考えた時に、スコッパーギャバンは相当な実力者でしょう。3番手であることはまあまあ十中八九という感じでしょう。で、そして、クロッカスさんでございますね。クロッカスさんは、戦意として、一時期一緒におりましたよね。で、そこからの彼に関しては、まあ、リバースマウンテンに留まっております。まあ、それというのが、単純にラブーンの話があるからこそなのか、もしくは、リバースマウンテンに何か秘密があるからなのではないのか、なんで考えたりとかね、それについていろいろと動画出しておりますけども、まあ、そういったこともあり得ると。そして、さらにメンバーには、おでん様がいましたね。おでん様がいまして、で、おでん様も、ラフテル上陸組でございます。そして覇王色の持ち主でございますね。彼に関してはすごく重要な立ち位置としているのではないかと思っていて、おでん様っていうのは、まあ、特殊な加工技術っていうのを持っていたりとか、この古代文字のね、読み書きができたということで、まあ、もしかしたらロジャーの、まあ、思っていることを文字に起こしていたのかもしれないですよね。彼の持っている技術だったりとか、まあ、その読み書きのね能力によってね、まあ、そういったことでおでん様はきっとロジャーの書きたかったことを書いてくれたのではないのかなんて僕は
考えたりします。そしてお姉様と一緒に来ている犬嵐様でございますね。犬嵐様に関してはもうおでん様の直属の家臣でございますから、まあ一緒に来ていると。だけども上陸はしてないんだよね、ラフテルに。意外とまあここでそのラフテル上陸組と上陸しない組っていうのが分かれてくる。そして猫マムシの旦那も同様でございます。おでん様についてきてる形になりますけども、ラフテルには上陸しておりません。なんでロジャー海賊団の中で上陸した組と上陸してない組がいるのか、まあちょっと気になるところでございますけども、そこは一つ。そしてシャンクスでございますね。シャンクスは当時見習いでございました。だけども、まあこの時点からあるかわからないですけども、覇王色の持ち主であると。そしてバギーでございます。バギーも見習いでございますね。覇王色が出てきたら面白いよね。まあ結果として今人をまとめているわけでございますからね、結構いい運を持っていたりとか、意外とバギーもそんなパターンになったら面白いななんて考えたりとかね、まあないと思いますけどまあ可能性として。そしてもう一人、これに関しては全然情報はないですけども、シーガルというね、キャラクターも情報が出ております。でもう単純にこれはもうでかい人としか言いようがないんだけども、まあシーガルというメンバーがいる。そしてバレットでございますね。ダグラス・バレットは今回の映画スタンピードで出てくるキャラクターでございますけども、まあ彼もきっと覇王色でしょうね。まあそんなような予想があったりとか、あとはまあ一応船には巨大な卵が乗っていたわけで、あれは一体何なのかっていうところでございますけども、それはさておいて、まあ今回の、何の集団なのかっていうところで、まあ、もう気づいた方いますけども、覇気からの覇王色でございますね。確定メンバーっていうのが4名おります。まずロジャー船長、そしてレイリーさんからのおでん様でございますよね。おでん様も覇王色、そしてシャンクスも同様に覇王色でございます。いつその資質に目覚めたのかっていうのは別としても、まあ4名も覇王色がいるわけでございますよ。だけどもこれというのは意外ともっと増えるのではないのか。例えば金銀銅の流れでいくのであれば、スコッパーギャバン、彼が覇王色を持っている可能性っていうのは十分にあると思うんですよね。そしてダグラス・バレットでございます。彼も覇王色を持っている可能性が高いで、実際覇王色のバーゲンセールかというふうに言うかもしれないですけども、これに関してもまあそんななんか設定的にもたくさんいたらおかしいやろっていうわけでもないんだよね。 D の一族とかもね、そういう話でございますけども、まあ人数いてもおかしくはないんですよ。それがいきなり100名とか出てきたら草盛りでございますけどね、そうではなくてこれぐらいの人数であれば十分にあり得る。そしてまあ一個の海賊団の中にそんなにね覇王色の持ち主集まるのかっていうふうに考えるかもしれないですけども、まあ十分にあり得るでしょう。例えばでございますけども、一個の海賊団の中にそもそも2人覇王色がいる時点でおやおやってなるのが正解なんですよね。人の上に立てるような資質を持っている人が2人もいる、どうなのって思うけど、まあ実際ロジャーがね、まさにこの覇王色を持っていて、でレイリーさんも同様に覇王色を持っているっていう現実がある。さらにはおでん様でございますよね。おでん様も一緒にいるわけでございますから、別になんかそれがね、一個の集団としていることは不思議ではない。例えばでございますけども、我々のいるこの世界ですら G20 とかね、そういったものがあるわけじゃないですか。それをそういった覇王色の持ち主たちがね、まあ頭としているって考えた時に、まあ一つの同盟としているわけでございますから、まあ別に変なね、感じはしないというか、それが同盟なのか一つの、まあ海賊団なのかっていうような考え方に変わってくるだけなんですよね。だからこそそういったような、もう G20 級の、すげえ奴らがこのロジャー海賊団にいたって考えれば何ら不思議はないんですよ。だからこその現段階でも、4名の覇王色の確定が出ているので、さらに可能性としては見えてくるところはスコッパーギャバンと、バレットでございます。こいつらが、覇王色であればトータル6名でございますよね。6名の覇王色がいるっていう風になってくるってなってくると、じゃあバギーとかもやっぱ覇王色なのってなるんだけども、やっぱそういう話でもないと思うんですよ。そうではなくて、可能性はある、可能性はあるとしてもそうではなくて、例えば古株系の人たちはまあ意外とみんな覇王色だったりするのかもしれない。だけども見習いの人たちっていうのは覇王色は持ってないのかもしれない、資質がまだ出てないだけっていうパターンもあれば、まあやっぱいろんな船があって、でその船にはおでんもあったりするわけでございますから、全てが全てで覇王色の持ち主だってことはね、まあ相当なねミラクルチームになってくるので、まあないと思うんですよね。だけども古株系とか、まあそういったような幹部連中だよね、幹部とかはもうことごとくみんな覇王色なのではないのかなんて考
考えます。実際それがあり得るのかって考えるかもしれないですけども、まあ、冒頭にお話ししましたようにビッグマム海賊団はパラミシアの集団なんですよ。見事にパラミシアの集団です。まあその中にも能力持ってないようなやつとかもねいると思いますけども、基本的に能力者はもう全部パラミシアであると。百獣海賊団も同様でございますよね。基本的にはゾーン系の集団でございます。もちろんその中にゾーン系を送ってないようなやつらもいますけども、例えばその今回で百獣海賊団ってじゃあオロチたちのねところも入れるのかって言ったら、もう侍たちも入ってくるわけでございますから、全部が全部で、そういう風にゾーン系であるっていう風にはなってこないですけど、ただ実質ほぼほぼ全てがゾーン系の集団である、これ自体ミラクルなんですよ。だけどもそういったような流れがワンピースに今あるわけでございますから、そういったような何々の集団っていうのがロジャー海賊団にも当てはまるのではないかと思います。まさに当てはまってくるところが覇王色の覇気でございます。ロジャー海賊団の幹部たちは少なくともみんな覇王色だったのではないのかなんて考えます。特にこのスコッパーギャバンでございますよね。彼がいつ出てくるのかっていうのがすごく気になりますね。まあすでに、頂上戦争の流れでそれっぽいようなおっちゃんがね出てきているし、年代的にもそれっぽいなとは思うので、その人物がスコッパーギャバンなのではないのかっていうふうにも思いますけどね。可能性としてはありますけども、まあ彼が出てくるのかどうなのか、まあ可能性はあると思いますけどね。それこそクロッカーさんのもとに、なんか結構話題になったじゃないですか。シキなのかそれとも川松なのかっていうところで扉屋のやつでね、挨拶に行ってる場面がありましたけど、それがもしも川松だった場合、和の国で起きてることを報告に行ってるのかもしれないですよね。助けを求めているのかもしれないですよね。でクロッカーさんといえばロジャー海賊団にいたわけでございますから、情報を察知して、元ロジャー海賊団のメンバーにその情報を流すのかもしれないってなってくると、和の国にロジャー海賊団が一気にズドンと集まってくるみたいなパターンもあるのかもしれない。そうなればスコッパーギャバン登場っていうのも見えてくるのかもしれない。いかがでしたでしょうか。まさかのロジャー海賊団が覇王色の覇気の集団だったのかもしれない。この説信じるか信じないかはウルージ次第でございます。ちなみに全然関係ないですけども、最近歌ってみたを2つ出しました。それというのが米津さんでございますね。米津さんの最新曲と、そしてヒロアカの主題歌にもなっている米津さんの曲をやりました。ぜひともこの歌ってみたもみんな聴いてくれたらなと思います。そして恒例でございますけども、最後ぜひともみんなグッドボタンがっつりとグー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 って感じで押してくれたらなと思います。そしてチャンネル登録もお忘れなくでございます。でもしもすでにチャンネル登録してくれてるよっていう方がいましたら、ベルマークだけねしっかりとこれちゃんとなってるから見てくれたらなと思います。これ通知ボタンになりますんでね、もう動画がいち早く届くということで、ぜひともこの通知ボタンも押してくれたらなと思います。ということで最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンお忘れなく、そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましょうって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーらしいということでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!